美人すぎる芸人、アンソミ、生後3日の娘を初公開、可愛い赤ちゃんとママの姿写真イコールアン。ソミインスタグラム、お笑いタレントのアンソミが生後3日になった娘を公開した。アンソミは23日、自身のインスタグラムに、こんにちは。おばさん、おじさんたち、私はキムロアです。9月21日10時9分に 2.94kg で生まれました。女の子です。誤解しないでください。これからよろしくお願いします。うふふ、ひひひ、という書き込みとともに写真を掲載した。写真にはアンソミと娘のロアちゃんの愛らしい姿が盛り込まれている。さらに、アンソミは、お祝いしてくださったすべての方々、本当にありがとうございます。ロアは、父とすべてが全く同じです。寂しいくらいです。私と似ているところも探してください、と付け加えた。2009年、KBS2TV4 期公開採用お笑い芸人としてデビュー。したアンソミは、美人すぎる芸人、として名前を知らせた。KBS2TV、ジャグコンサート、を皮切りに、GTV、常識の女王。シーズン3、SBS、チョンダムドンスキャンダル、などに出演した。ミュージカル、ヒーリングハート、ドリップガーズ、などにも出演した。アンソミは今年4月に同い年の会社員と1年4ヶ月間の熱愛の末、結婚式を挙げた。美人すぎる芸人、アンソミ、本日、21分の9、娘を出産、母子ともに健康、美人すぎる芸人、アンソミ、妊娠30週目を迎えた近況を公開、美男美女夫婦の輝くビジュアルが話題、ビューティスポストオンイン。スタグラム、DJ ショー MC さん、アットマーク ANSOMI21 がシェアした投稿。2018年9月22日午後10時57分 PDT 動画はクリックまたはタップで閲覧できます。